メナイ海峡は、イギリス、ウェールズのグーイネズにある、グレートブリテン島とアングルシー島の間に位置する、海峡。橋梁は2カ所に架橋されており、トーマス・テルフォードが1826年に架橋した、英語道のメナイ釣り橋と、ロバートス・チーブンソンが1850年に架橋し、アリーバ・トレーンズ・ウェールズのノース・ウェールズ・コースト線が走っているブリタニア橋がある。また、 その二つの橋の中間、スーエリーにはシラス島、境界島など数個の島が浮かんでいる。海峡の最もアイリッシュ海側、つまりアバメンタル崎とベラン岬の間は最も幅が狭く400メートルほどしかない。他に先述した下胸部も幅が500メートルほどであるなど、非常に細い海峡である。海峡の最もリバプール湾側、 スランデグパンとバンガー桟橋の間も900メートルほどしかない。長さは直線距離で15キロメートルほどである。高深夜に氷河が直線的な目内海峡断層に沿って北東から南西に向かって氷床の下の岩石を削っていき海峡の原型ができたとされる。そして高深夜の終わりの海面上昇で海峡になった。非常に浅い海峡であるが長石によって 水流の強さが両方向とも変化するので、浅いとはいえども危険である。干潮時には水深が50センチメートルほどになる場所もあり、徒歩で渡れそうに見えるが、潮は時速9キロメートル程度で流れており、非常に危険である。この海峡は、潮が満ちてくると、南西部、アイリッシュ海側から海水が海峡内に入り、北東部へと海面上昇が波及していく。そして、 潮が引いてくると逆に北東部から海面が下がっていく。また岩の表面がキーンとなって渦が発生し小さいボート程度の船ならば沈没する。実際に航海練習船の HMS コンウェイ号は1953年にこの海峡で沈没している。またそれ以外にもカナーボン付近には砂地ができており特にアイリッシュ海側からの船舶は座礁しやすくなっている。 この海峡は、潮の影響を受けるが、海峡という閉鎖性ゆえ、波の影響を受けない。その特性から、海底区分体の生物が生息している。水深15メートル程度の場所は7ノットを超える潮の速度なので、海面動物にとって、好環境となっている。この独特な生態系を研究するため、海峡のすぐ近くにある、メナイブリッジには、 海洋科学学校が存在する。リバプール側から順番に上げていくと、まず、海峡に入る手前に、アングルシー島側はビューマリス、クレートブリテン島側は、ペンリン城、ペンリン公園等が見えてくる。そして、バンガー桟橋が見えてくると、バンガーが、クレートブリテン側に、世界一長い地名のスランバイルプールグウィンギル、ゴゲリヒルンドロブールスランティシリオ,オゴゴゴフホが、 アングルシート側に見えてくる。この二都市はそれぞれのオスウェールズコースト線の駅があり、ホーリーヘッドやチェスターなどの行き先へと列車で向かうこともできる。また、ベナイブリッジも駅はないものの、アングルシート側に見える。そして、ベナイ釣り橋、ブリタニア橋と海峡を渡る橋を通過する。二つの橋を通過すると土地は木が茂る場所となり、海峡も精神していたのが、 一度南進へと進路を変える。そして、再び精神へと戻る場所に、ワイベリンヘリがある。そして、砂地が出てきて水深が浅くなると、カナーボンが見える。この2都市は両方とも、グレートブリテン島に存在し、この2都市の区間は、A487 道が海峡と並走している。そして、アバメンタル崎とベラン岬の狭い場所を通過すると、アイルランド側に出る。 ありがとうございます。